はい、リレックスです。さあ、季節はですね、だんだんとね、秋を感じるようになって、まあ、夜とかもね、比較的涼しい季節になってきましたよね。で、今回はですね、この秋にかけて成長していく、冬型の塊根植物を紹介していきます。まあ、それとね、プラス、もうお盆も過ぎたので、まあ、9月頃からね、少しずつ成長していく、この冬型塊根植物の、まあ、植え替えをしながら、品種の紹介をしながら、動画を進めていきたいと思っています。それではレッツスタートです。はい。で、我が家ではね、まあ、冬型の塊根植物もいろいろと育てているんですけど、まあ、比較的、まあ、ポピュラーというか、まあ、よくね、園芸さんとかでも見かけるような品種をね、皆さんに紹介をしていきたいと思っています。で、まずですね、まあ、有名なところで言うと、このね、オトンナ属というね、冬型塊根植物です。で、今回紹介するのは、このね、オトンナ属のユーフォビアオイデスというね、こちらがね、現地旧株になります。休眠中ということで、まだまだちょっとね、葉っぱがね、出てきてはないんですけど、このユーフォルビアオイデスと、ね、同じこのオトンナ属のレトロルサーというね、品種です。今ね、まだまだちょっと、こうね、去年の葉っぱがね、枯れ込んでいるので、こういった状態でちょっとね、姿が見えませんが、このね、レトロルサも美しい塊根植物になります。はい、そして、こちらが同じオトンナ属の、まあ、ヘレイという品種ですね。このね、ヘレイは、このね、まあ、デコボコとした、このね、形状が特徴的です。本当にね、ゴツゴツしていて、まあ、石を触っているぐらい、硬いので、本当に植物かなって思うほど、ヘレイはね、すごく面白いんですけど、このヘレイもね、冬型の塊根植物ではすごく人気が高いです。そして結構ね、まあ、男性女性問わず、いろいろな方にね、人気なのがこちらのね、チレコドンのブッコルジアヌスというね、品種になります。このいびつな形状をしたこのね、そしてね、このね、株色がね、なんとも言えないこの緑色のね、形状したブツブツしたものがあるんですけど、まあ、この子に関しては結構ね、もう目覚めたと言っていいほど葉っぱがね、展開してきてくれています。まあ、今回ね、この今ね、4品種あるんですけど、これね、まあ、植え替えをしながら少しね、皆さんに、まあ、冬型の塊根植物の育て方とか、まあ、そういったこれも含めて、ね、皆さんと一緒に共有をしていきたいと思っています。はい。でね、まあ、すべて植え替えをするのは、まあ、皆さんもね、見ていて、とてもね、つまらないと思うので、大きいね、さっきの、ほとんどのユーフォルビアオイデスの植え替えを、していきたいと思っています。で、まずね、去年の土からね、こう出していきますね。はい。まあ、僕自身は、こうやってね、植え替えをするときとかは、特にこういった塊根植物系は、すごいね、根っこが細いです。思ったよりも株よりも根っこが細いので、まあ、見た目的には、まあ、ヒゲ根に近いような、そういったね、根っこの生え方をしているので、少しね、軽く手で揉みながら、根っこにね、刺激を与えないように、植え替えをしてあげてます。で、今ね、こういった感じで、はい。根っこがね、出てきています。まあ、本当にね、塊根植物って、思ったよりもね、根張りがね、バンバン入るっていうよりかは、まあね、ちょこっとなんですよね。はい。まあ、こういうのが結構塊根植物特徴的ですね。で、このね、株色、やはり現地株ってすごくね、このなんとも味わい深い歴史を感じる、このね、オイデスちゃんですが、この子もね、ちょっとね、いびつな形状をしていて、結構ね、鉢から根張りがしっかりするまでね、さっき言ったように根がね、少ないので、根張りっていうのがなかなか難しいので、鉢をね、選ぶなっていうのが個人的な感想です。はい、そして今回ね、こちらのね、最近買った、陶器の鉢に、こちらね、ユーフォルビアオイデスを、ね、植えていきたいと思っています。で、我が家では、塊根植物のね、土っていうのは、中粒をね、すべて使っています。で、少しね、割合的には、まあ、赤玉土と日向土と、で、培養土ですね、を混ぜて、あとはですね、まあ、オルトラン DX とか、まあ、害虫用のね、そういったものも、少しね、流状のものを混ぜて入れています。まあね、中粒にしている理由としては、まあね、まあ、やはり、この冬型ね、塊根植物、やはり季節、日本は、冬なので、水がね、しっかりと、乾くのに、やっぱり時間がね、かかります。夏とは違うので、そういった2日とか3日で完全に乾くっていうのがね、現状なかなかね、冬っていうのは日本難しいので、まあ、少しでも、まあね、水はけを良くするために、中粒を使っています。
はい、まあ、こういった感じでね、ほとんどユーフォルビアウェルスを陶器鉢にね、植えてあげてあげました。こちらの陶器鉢で、ね、このユーフォルビアオイリスちゃんを育てて、どんな様子になるのかを見ていきたいと思っています。ここからはですね、このね、冬型開墾植物の、まあ、育て方というか、まあ、僕自身の、どういった、育成で育てているかということなんですけど、9月頃からですね、今まで夏まではですね、まあ、すごくもう本当に日陰の、風通しのすごくいいところに置いておりました。で、しっかりと休眠させていたって感じなんですけど、9月頃からはですね、しっかりと逆に少しずつ太陽光に慣らしていってあげてます。まあ、我が家だと、軒下の遮光してあるところにまず置いて、少しずつ太陽光に慣らしていってあげて、で、おそらく9月の中旬から10月の初旬にかけて、葉っぱが展開して、ね、成長期に入っていきます。まあ、なので、その頃から少しずつ、遮光ネットから外に出して、日光に少しずつ当ててあげます。まあ、真夏の直射とは違うので、秋のね、柔らかい太陽光なので、少しずつね、慣らしてあげればね、直射日光でも大丈夫だと思っています。で、また、お水やりに関しては、ね、その9月に入ってから、少しずつこうやって、僕みたいに植え替えをしてあげるとね、まだ成長段階ではないんですけど、9月のその中頃から少しね、成長したなっていうのが見えてきます。まあ、ブッコルジアナスのように少しね、葉っぱが展開をしたりとか、こういった感じで動きがあったら、お水やりをスタートします。で、まずはじめは、そうやってね、少し少量お水をあげて様子を見てあげます。で、葉っぱの展開がね、しっかりと、整ってきてあげてから、我が家では5日から1週間以内にお水をあげています。で、まあ、ただですね、まあ、秋型、冬型とは言いますが、やはりね、日本は真冬はすごく寒いので、ね、お外で管理をするっていうのは、我が家ではね、12月ぐらいまでですね、12月入ったら一旦ね、室内で様子を見てあげます。お外でね、冬型の開墾植物を育てる場合はしっかりと、ね、霜が当たらない対策とかそういったことをした方がいいのかなと思います。まあ、我が家ではね、太陽光にはしっかり当ててあげたいので、窓辺でプラス、育成ライトを当ててあげて、サーキュレーターを回したりとかしています。で、ただ、真冬でもですね、12月からその2月の真冬でも、天候がすごく晴れで、気温もね、10度近くある場合はお外に出してあげてしっかり太陽光を当ててあげたりもしています。まあ、そういった感じでね、まあ、冬型とね、開墾植物も、まあ、植物まあね、自生地している、こういった南アフリカとかも、ね、日本の環境、こういった真冬とはね、ちょっとね、異なる環境なので、少しでもそのね、南アフリカ、自生地に近い環境に整えてあげるのがすごく大事かなと思っています。まあ、なのでね、南アフリカとかの気温とか、まあそういった、まあ、気候とか、そういったものをね、まあネットとかで皆さん調べていただけたらすごくいいのかなと思っています。はい。まあ、今回ね、こういった感じで、まあ、秋の季節になってきたということで、冬型開墾植物の、ね、品種の紹介と、まあ、簡単な育て方の、紹介をさせていただきました。いかがだったでしょうか。まあ、今回もね、冬型開墾植物、ちょっと気になるなと思った方はね、高評価の方よろしくお願いいたします。そしてね、まだチャンネル登録をお済みでない方は、チャンネル登録の方をお願いいたします。はい。それではね、またお会いしましょう。